サンゴ保全活動を始めてから3年目に入ったミスワリン、木寺里奈ちゃん。いろんな方がサンゴに今携わってるんですけど、メカルさんだったり中野先生だったりすごく専門的な方々にお会いしたんですけど、その方々の知識だったり経験、あとは情熱とかを一体どんな人が引き継いでいくのかなっていうのがすごく気になります。自分と同世代の人たちと会って話をして、そしたらなんか新たなアイディアとか気づきとかいろんなものがなんか生まれそうな気がしてますね。昨今地球温暖化などで深刻なダメージを受け続けるサンゴ、若い研究者たちはこう考える。やっぱ10年後20年後とはこのまま進めば沖縄サンゴは入っていくとは思います。サンゴの白化を止めて絶滅する生物にはしない、させないようにしていくのが僕の使命かなって思います。危機的状況にあるサンゴを守れ。必要なのは斬新な発想、そして飽くなき研究心。今沖縄の若いサンゴ研究者たちが熱い。今回は特別編、未来のサンゴを守る若者たち。皆さんも一緒にサンゴの未来を考えましょう。沖縄サンゴ保全プロジェクト、南の島のミス・ワリン。心持ち楽しさを、山陽の提供でお送りします。以前イベントで琉球大学で研究されている小玉さんって方にお会いしたんですよ。しかもなんか年齢も少し私に近いような感じがしたんですよ。そう、サンゴ若手の会というイベントで出会った小玉雄人さん。サンゴの色について研究してます。サンゴの色、はい、紫色だったりピンク色だったり緑色だったりといろんな色があるんです。まあ、もしかしたらそこで白化に強い色のサンゴがいるかもしれないっていうので、ちょっと今頑張って研究してます。もっと深く研究の話を聞きたい。この日小玉さんがいる琉球大学瀬底研究所へと向かいます。楽しみです。結構久々なんですけど。琉球大学の小玉さんです。今日はここで何をされてるんですか？今日はですね、大学生がここで実習をやっていて、その自分はその、まあ、ティーチングアシスタントとして参加させていただいております。こんにちは。こんな感じで実習やってます。今実習の調査したもののまとめをやってます。琉球大学の中村准教授の下でサンゴを学ぶ大学院生の小玉さんはこの日大学生に対しサンゴの実習授業を行っています。サンゴ観察のノウハウについて学ぶ。学生たちは今後サンゴ研究の道に進むかどうかを決める分岐点にいます。小玉さんの言葉を逃さぬようこの表情。これは何を書いてるんですか？昨日僕たちが調査で見つけたサンゴ、その場では種類がわからないので、今図鑑を使ってこの番号をつけた自分たちのサンゴの名前を調べている最中です。結構見た目じゃ判断しづらくないですか？そうなんですよ、ね、サンゴって似た感じのが多いですよね。そうです、似てるのが多いんで、そこは友人さんとかに聞いたりして、いろいろヒントを習いながら。で、出番なんですね。はい、サンゴに興味がありました？はい、私はもともとサンゴに興味があって琉球大学に入って、じゃあもう大学に入る時からもサンゴの勉強がしたいって思って入ったってことですよね？はい、そうです。私出身北海道なんですけど、やっぱ沖縄の海って憧れがあって、その映像とかでよく見るんですけど、でそれでなんか白化っていう問題がすごい大々的に報じられていた時期があって、そこですごい興味を持ちました。めっちゃしっかり進化してますね。お
いくつですか？私19です。19歳。19歳。なんか嬉しいですね。なんか先がなんか明るい気がします。期待の星です。みんな意識が高い、若い。さらにりなちゃんにとってはちょっとショッキングなことも。失礼なんですけど、理由はわかんないくつですか？24になりました。何ですか？23歳いくつですか？今年23。下なんですか？どういうこと？今年23。授業を受けている学生はおろか、なんと小玉さんも実はりなちゃんより年下。りなちゃん、サンゴ研究の世界ではもうベテランの域ってとこですかね。サンゴの知識を伝える小玉さん、その様子を優しく見つめる小玉さんの師匠ともいえる中村准教授。小玉君、サンゴについて非常に、好奇心を持って、着実にじっくりと考えながら研究を進めるタイプだと思います。これから期待しています。いろんな、やり方とか考え方を学んで研究発展していくんじゃないかなというふうに思っています。ところで小玉さんの研究テーマはサンゴの色によって成長・白化への耐久力に差はあるのか、具体的にどのような研究をしているか、琉球大学の研究室にお邪魔しました。そこはだいたい自分たちが普段、研究している研究室の方になりますね。ここめっちゃ狭いんで。研究室の奥へと案内されると、ありましたありました、何やら水槽が2つ。研究室で使ってる2つの水槽ですね。こっちは藻類をまだと生やしているところなんで、この中に骨とか入れてみるとどういう風に藻がついてくるかっていうのが分かるので、そういった点で見てみるのも一つメリットではあります。サンゴはこっちの方になりますね。これが自分が使ってるチリメンハナエサイサンゴっていうサンゴになります。色が紫色だったり緑色だったり茶色だったものとか、もともとピンク色だったものとかも置いてますね。なんでこういうことを研究したかって言いますと、サンゴとか生物って同じ環境にいれば大体同じような形質に収束するっていうのは今一般的に言われてるんですけど、サンゴっていうのは同じ環境にいても同じ色じゃないものがたくさんあって、じゃあなんで色を持っているかとか、なんで一つに収束しないんだろうっていうのがまず最初のきっかけですね。まず色っていうので個人差があるんですよ、見え方とかに。だからまず色が何なのかっていうのを定義してから研究しなきゃいけないんですね。サンゴに限らず、物の色というのはおおむね反射された光の色なんです。人間が見える光の色の範囲はこの紫外線の内側からこの赤外線の内側まで。だからまずは色そのものを定義することが基本。それから何色のサンゴが悪環境に強いのかなどの実験を行います。これはちょっと実験してるものなんですけど、茶色のサンゴ1群体と紫色のサンゴ1群体を使って強い光っていうストレスに対する反応を見てるっていうのはこの実験で、それぞれの色のサンゴでどういう反応を示すかっていうのを今これちょっと実験的にやってます。これもともとこっちが茶色のサンゴで、こっちが紫色の色素を持ってるサンゴになりますね。紫色のサンゴなんですけど、白い糸みたいに出てるの分かりますか？これがなんか実際に防御した時に出る粘液の成分の一部で、こっちは防御するストレスがかかってないっていう考え方でしたら茶色の方が強いですし、逆に防御する力がないっていう風に考えるんだったら左の方が弱いってなります。過去にも何個か研究が色についてされてるんですけど、実際のところあんまり面白いような差はそんなに見られてなくて、手をつけたところがそれが実際に結構あんまり期待が持てないっていう意味でもされてないっていうのは現実ですね。ではなぜわざわざ難しい研究に邁進するのか。難しいっていうのは分かってたんですけど、やっぱちょっと気に、言ってしまう気になったからっていうなんですけど、
サンゴはいろんな色を持ってるっていうのは何かがあるっていうことだから、そこでまあちょっと何も調べないのはもったいないかなと思ってちょっと手をつけてみました。もしもサンゴの色によって環境変化などに強いサンゴ、弱いサンゴがあったら、地球温暖化などによる白化問題解決の糸口になるのではないかという目的で研究を行っているんです。さて、りなちゃんがお邪魔している瀬底研究所では5日間に及んだ研修の打ち上げが行われているようです。乾杯。盛り上がっているところごめんね。ちょっと話を聞かせて。なんか今着目してるところとかあります？なんかこれ調べてみようみたいな。硬いサンゴじゃなくて柔らかいコーラルに興味があって、それを勉強しようかな。ソフトコーラルか。なんか葉っぱとかで硬いサンゴが死んじゃった後にソフトコーラルが入るっていうのが起こってて、ソフトコーラルって意外に強いんですよね。なんか海洋酸性化も石サンゴよりもソフトコーラルの方が耐性持ってるらしくて、ね、でもあんまソフトコーラルばっかり増えてもね、多様性がね失われちゃうから、なんか面白い研究とか見つかったら教えてください。ぜひまた引き続き楽しんでください。そしてこんな方も。出身はどちらですか？マレーシアです。マレーシア、はい。こっちでサンゴの何を研究してるんですか？卵をどうやって成熟とか。どうやるんだろう。将来はどういう風に進もうと思ってるんですか？日本でサンゴの研究者になりたいです。沖縄には海外からも若者たちがサンゴを学びに来ているんですね。まずはこの後こんなことを言う若手研究者が。人間と言えたら本当に好みですので、サンゴも声をするんじゃないかって思う。僕はサンゴも声をする。サンゴも恋愛をする。一体どういうこと？南の島のミスワリン、今回は特別編。こちらは名護市にある国立沖縄工業高等専門学校沖縄高専。おはようございます。お願いします。沖縄高専の与儀太一郎さんです。一体どんな研究をされているのか、早速実験室へと向かっていると。わ、めっすごい綺麗。景色がいいんすよね、この4階って。あ、海も見えるんだ。失礼します。失礼します。おお、この空間で研究を実際にされてるってことですよね。はい。いかにも実験室。一見サンゴ研究とはかけ離れたような機械などにりなちゃん興味津々。これすごいかっこいい。中が無菌な状態なので、他の菌に邪魔されたくない時の操作とかはこの機械を使ってやってます。なんか映画とかでよく見ます。すごい。さらにはこんなものも。このサンゴのサンプルによってはマイナス80度で保管しないといけないものもあるんで、ここに入れてます。あっ、ゴリ、はい、もう二重になってます。で、触れちゃうとこの火傷しちゃうんで、電話火傷しちゃうんで開かないとかな感じ。で、サンゴ枝辺分かります？あ、はいはいはい、ありますね。こんな感じで保存してます。すごい、かっこいい。好奇心をくすぐる、あまりお目にかかれないものばかり。ところで、与儀さんのサンゴ研究はというと、緑石属サンゴにおける配偶子形成と産卵に関するホルモンおよび神経伝達物質関連遺伝子群の発現動態。どういうこと？与儀さん教えて。サンゴにも神経伝達物質に関わる遺伝子がある、うんうん、あんな単純な生物に
人間においてはこの運動だったり興奮とかに働くですけど、はい、これが実際にあるのは分かってるんですけど、うん、実際にどう使われているのかっていうのは、まあ、まあ未知の本当に未知の領域なんですけど、これが分かると、はい、あのサンゴの産卵日が予測できるんじゃないかって思ってます。サンゴにも相性があって、うん、同じ種類でもこのサンゴとは受精率が悪い、このサンゴとはめちゃくちゃ相性が良くて受精率がいいっていうのがあるんですよね。相性、うん、人間に例えたらあの本当に好みですよね。イケメン好きもいればなんかやっぱりしっかり強く生きてるサンゴの方がやっぱはなんか配偶する相手としては魅力的じゃないですか。確かに。それを選んだ方がやっぱ生き残るためにも必要なんじゃないかなと思うので、やっぱ相性はあるんじゃないかと。サンゴも恋をするんじゃないかって思う、僕は思います。サンゴも恋をする。いろんな外環境の影響によってこのみんなでじゃあ一斉に産むぞっていう日を決めてると思うんですよ、うん、それが神経伝達物質の遺伝子が何かしら下がったり上がったりしてると思うんで、それを見つけることができれば僕の研究はもう万歳。サンゴも恋愛をするのかもなんて、なんともロマンチックな話ですね。与儀さんの研究はつまりサンゴにも好みがあると仮定し、パートナーとの相性を解明できればサンゴの保全や増殖に役立ち、白化問題の解決にもつながるのではないかという研究。そんな与儀さんを仲間たちはどう見ているのか。与儀さんってどんな方ですか普段。なんか思ったよりフレンドリーで、なんか何でもペラペラ喋っちゃう。実験的なことですですよね。実験的なことなんですけど、ベラベラ喋ります。まあメリハリがある方なんで頼りがいはありますし、まあ、ただめちゃめちゃ喋ります。めちゃめちゃ面白いです。どれだけ喋ってるんですか。いつもとどめてるんですけどね。とどめてる、とどめてる。あれことないこと喋ってる。あれことないことまで喋るんですか。そうですか。与儀さん、きっと仲間たちに毎日サンゴ愛を熱く語っているんでしょうね。なんだかその様子想像できます。この後りなちゃんがサンゴ育成を行っているワリンの森にあの人の姿が。8月27日、りなちゃんがサンゴ育成を行っている恩納村かりゆしビーチと、そこに結構、まあ、ビーチって感じですけど綺麗なところですね、はい、そう、サンゴの色の研究をする小玉さんの姿が。りなちゃん、小玉さんにその独自の視点からワリンの森のサンゴたちを見てほしかったのです。現在管理しているのは陸から最も遠いハートの根、サンゴの成長が比較的順調な棚田の根、そして陸から最も近く水深の浅い月の根。美食って聞いてるんで、黄緑石がポン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 ってある感じかなって思ってます今は。ちなみに小玉さん、ダイビングの回数は優に300回は超えているという強者。せーの。小玉さん、潜って早々サンゴにものすごく近づいて何かを見ています。相当気になることがあるようです。薄枝緑石が途中なんかくっついてる群体がちょいちょいいて、ということは多分同じ元枝から取ったものなんだろうなと思うんですけど、
自分だったら違う親軍隊を使って少し間隔を空けて植えて、どの親軍隊が育つかっていう、まあ、適性とかを見ながらやるかなって思います。最初は寄せ植えで早く大きく成長させるっていうのが目的でやってたんですけど、大規模発火があったのでそれで一遍で死んでしまったポイントもあったんですよ。それが親が同じサンゴが多かったっていうのが一つ原因じゃないかなっていうことで、今回は意識的にこう選んでみています。一発で見抜く洞察力、さすがです。続いてはサンゴ育成が最も順調な棚田の根と、陸から最も遠いポイントにあるハートの根。ハートの根の方のドネイの方が元気見えたので、環境にはそっちの方が適してるんじゃないかなって思ったんですけど、あれ多分他のやつに比べてちょっと浅いところにいるんで、その分紫外線がよく当たると思うんで、それが蛍光タンパク質で変換されて光の量が多いからその分よく見えてるんだと思います。別に元気だからって良きではない、まあ、それも考えられます。多い紫外線を跳ね返す分のタンパク質を作るだけの元気もあるのかなっていうのも考えられます。いろいろ考えられます。例えば私見た目でしか判断できないので、まあ、色が濃ければ元気だし、でも色が少し薄くなっていればあどうしたのかなっていう、学術的なことはないんですけど、児玉さんが今回親が間違ってた方がいいとかいう話をしてくださったので、このまま今のまま進んでいこうかなっていうふうにちょっと自信になりました。やっぱ一番詳しい、まあ、どんだけまあ学者とかまあ研究者が調べても結局一番分かる、そういうの分かるっていうのはやっぱり現地の人が一番よく分かるんで、それこそなんか、まあ、実験的にどうこうというのをなんか見た感覚って自分的には大事だと思ってるんで、やっぱそういうモニタリングとか見てってるっていうのをしっかり大事にしてほしいなって思います。今までやってきたことは間違っていない。りなちゃん、児玉さんの言葉をかみしめます。今回出会った琉球大学大学院生の児玉さん、沖縄高専の与儀さん、実は2人はこんなことを言っていました。サンゴってやっぱ知らない人が多いんですね、うん、やっぱりこういう例えば、まあ、この番組のような活動であったり、でも普段のまあ教育普及活動的なものだったり、うん、まあ、サンゴのこととかいろいろと知っている方が増えていけば増えていくほど、まあ、未来も明るくなるのではないかなと思っています。知ってもらうことが一番近道かなと思います。なんで沖縄の海がこんなに綺麗なのかっていうのを知ってもらうことから始まると思います。児玉さんも与儀さんもこれからサンゴの未来を担うような研究をされていたんですけど、サンゴを守るためには知ってもらうことがまず大事だとおっしゃっていたので、私はその皆さんに美しさや大切さっていうものを伝えていくっていう役割でこれからサンゴの保全活動を続けていきたいなと思いました。今まで通りサンゴを知ってもらう活動を続けよう。同世代のサンゴを愛する研究者たちにりなちゃん、背中をぐいっと押されたようです。ここで私、木寺りなからお知らせ。私の日頃の活動の様子や山陽からのお知らせを公式サイトやツイッターで随時更新しています。お得な情報もあるのでみんなでフォローしてくださいね。活動内容をまとめたブログではテレビで紹介しきれなかったエピソードや裏話も公開していますよ。次回の南の島のミス・ワリンは、若手研究者たちに刺激を受けサンゴ PR にさらに力を入れることを決意したりなちゃん、那覇大綱引き祭りでのブース展開や本土から訪れたサンゴ見学ツアーに同行して大忙し。お楽しみに。心も楽しそう。山陽の提供でお送りしました。